北海道駒ヶ岳周辺の地形図大沼との位置、関係大沼と北海道駒ヶ岳、日暮山展望台から眺めた大沼、大沼大沼は、北海道亀田郡七重町にある湖。大沼、大沼、巡斎沼などの大小の小将軍や北海道、駒ヶ岳などの周辺の総称として、大沼とも呼ばれている。大沼という地名は、アイヌ語のポロトに由来している。 ポロは、大いなるを意味し、とは、故障や、水たまりを意味している。そこで、大湖、または、大沼ということになって、大沼が取られた。北海道にある、関留湖では、最大の面積となる。大沼国定公園に指定されており、湖内には、流れ山と呼ばれる大小120余りの溶岩海や、丘の上部からなる小島が浮かび、得意な景観になっている。 大沼と、お沼は、セバットと呼ばれる、地境部で繋がっている。お沼の水は、沼の南西端にある取水口より排水されて、水力発電と考えに利用している。荒井光薬師、作曲の、千の風になって、誕生の地として湖畔にはモニュメントが設置されている。大沼周辺の空中写真。2013年10月14日撮影の17枚を、 合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北海道駒形家の5万年から3万年前の大噴火により、山体の上部が大崩落を起こし、現在に近い姿となった。この時、崩落した泥流が、裾野の河川をせき止めて、大きな湖水を形成した。 その後、数度の噴火活動によって湖水が分断されて、大沼、小沼、巡債沼などを形成したが、一説によると1640年の大噴火によって流出した溶岩で滑戦が、せき止められてできたとしている。大沼は、せき止め湖であるが、小沼と巡債沼は干没湖である。水質保全の取り組みを行っており、1995年に、 北海道の故障環境保全基本指針に基づく重点対策故障指定となり、1996年に大沼環境保全計画を策定し、2007年に計画の見直しを行った。2012年にラムサール条約登録湿地となった。春から秋にかけて湖面には、羊草や高骨などの水草類の花が咲く。 植生は、落葉紅葉樹林や水生、湿地性植生、ヨシ、ガマなどを見ることができる。白鳥大セバットは、大沼と大沼がつながる場所にあり、水の流れによって、冬でも結氷することがないためオハクチョウやマガモ、カルガモなど渡り鳥の休憩ポイントになっている。生息魚類は、ヒメマスやワカサギ、コイやフナ、モロコなどといった種となるが、多くは、異乳種となる。 一時は、特定外来生物のブラックバス類や、ブルーギルの放流が問題となったが、現在はほぼ駆除されている。昆虫類では、オールリボシアンマのようなトンボ類、ミヤマクワガタのような甲虫類が生息しているが、北海道ではいないとされていたカブトムシの養殖場が、かつてあり、それが閉鎖された後に野生化したとおぼしき、カブトムシが定着している。 水生昆虫では、水かまきりや、大水すましなどが生息しているが、近年は見られなくなった。開拓市によって、大沼を中心に鯉や船の移入が行われ、1893年には、峠下した、群川両村連合漁業組合が組織されたが、自由に漁ができたので乱獲が進み、1902年に、大沼水産組合に改組すると、 水産資源の繁殖と保護に努めた。1927年には、ワカサギの移入が始まっている。現在では、大沼漁業共同組合が、大沼、小沼、巡菜沼で漁業を営んでおり、ワカサギ、川やび、船、巡斎は、佃煮やイカダ焼きなどに加工して販売している。南大沼地区が観光の中心となっており、 大沼湖水祭りなどの各種イベント会場になる。大沼公園駅の隣には、観光拠点となる七重町大沼国際交流プラザがある。白鳥大セバットは、渡り鳥の越冬地になっている。大沼森林公園は、大沼湖畔の天然林をそのまま利用して遊歩道を整備しており、センターロッジの散風館や会議場の七重町大沼国際セミナーハウスがある。 日暮山は、大沼国定公園を一望できる山であり、山頂近くまで車で行くことができる。周辺には、ゴルフ場やスキー場、多目的グラウンド、温泉や宿泊施設などが立地している。また、東大沼地区の駒ヶ岳山麓から鹿部町にかけて、別荘地が広がっている。ありがとうございます。